はい、こんにちは。今日は上司先輩必見、なぜなんかできない部下ほど質問しに来ないな、あいつなんで俺のところに相談しに来ないんだろう、という問題を探ってみた、そんなお話をしていきたいと思います。で、今日はですね、よくあるのが学校とか、塾とか、それからまあ新人ですね、会社に入ってからの新人で、できてない人ほどなかなかまあ質問しに来ないっていう、まあ、ちょっとしたプチ問題といいますか、そういうのがまあ学校、会社、あるいはまあ親子関係とかでも見られているっていうケースが結構あると思うんですけど、まあ、僕もですね、塾の講師なんかをしてた時に、やっぱりとある傾向にある子っていうのは、なかなかこう質問あるとか分からないところあるっていうふうに聞いても、なかなかですね、特にないですとか大丈夫ですみたいな感じで、まあ、スーッと流れていったりとかっていう風になるんですね。で、まあ、塾とかそういう教え子と先生くらいの関係だったら、じゃあ次に行こっかっていうのにパッて進んだりするんですけど、上司部下のような会社での仕事の関係とかだったら、またあるプロジェクト例えば望んでて、その新人の人とか部下の人とかがプロジェクトのなんていうんでしょうね、メインだとしたら、何かこう詰まってないのかなとか、やっぱ不安になったりしますよね。で、相談にも来ないから、なんか勝手に進捗してるのかなとか、出来上がったものがいざこうお客様に提示できないものだったりしたらどうしようとかって、やっぱドキドキしとかするじゃないですか。で、結局相談に来ないまま完成してみたら、とてもじゃないけどこれは無理だなっていうもので行き詰まってしまうとかっていう風に、なってしまう、まあ結果とかっていうのがあり得てしまうと。なので、じゃあそれをどうやって改善していこうか、改善していくといいかなということで、こうやってどうしたらいいんだって頭をこう抱えて悩んだりとかするケース、まあ多くのですね、上司とかそういう部下を指導する立場にある方、経験されたことがあるかと思います。で、その、じゃあ相談しに来ないんだったら、もう相談をしなくても、相手が何をやってるかっていう、部下とかが、後輩が何をやってるかっていうのが分かる、進捗を測れるものを作ろうということで、結局日報を書かせたりとかもするんですけど、入力率とか書く頻度が低かったりとか、あるいは内容も、1行だけ箇条書き単語みたいな感じになってしまっているということなので、結果ですね、欲しい情報が逆にもうムズムズしてしまって、手間がかかって遅くなってしまうと。じゃあそういうなかなか報告もしてくれないし、相談もしてくれないし、質問もしてくれないし、かつ報告をさせようとしても、なんかしょぼい内容しか返ってこないっていうことは、その新人とか部下とかっていうのは一体何が起こってるのかっていうんですけど、その正体っていうのはですね、まあタイトル上はできない人っていう表現をしてるんですが、まあ、多少のその性格上の問題も抱えている部分はあるかもしれないですけど、今回その性格っていう話は一旦省いて、能力的にできない人っていうのは何が自分ができてないのかとか、何が分かってないのかっていうのが分からないっていう状態になってしまってるんですね。だから具体的にこういうことを聞こうとか、あれがちょっと詰まってるから聞こうとかじゃなくて、自分の中では順調だと思ってるんですよ。自分の中で順調だと思ってるし、問題も起こってるとも思ってないから、だから聞けないということなんですね。だから要は何が今自分の中で滞ってしまっているのか、できていない状態なのか、分かっていない状態なのかっていうのを分かってる人は質問しに行くんですよ。すみません、ちょっと先輩いいですか、ここがわからないですけど、ここっていうのは表現こんな風にしたらいいですかみたいな感じで、あるいは今どこどこ会社の企画書を書いてるんですけど、どうしてもちょっと今2案を出してて、1案の方はこういうプロジェクトでいこうと思うんですけど、もう一つがちょっと爪が甘くてどうしたらいいですかねみたいな感じで質問とかっていうのを飛ばすことができるんですよ。ところがわからない人っていうのは、そもそもそのプロジェクトがうまくいきそうなのかどうかなのかっていう判断云々じゃなくて、もうこのプロジェクトっていくって決めたら、変な話、深く考えずに突っ走っていってしまっているから、残念ながら、分からない状態のまま進んでいってしまっている、分からないっていうのを自覚がないまま進んでいってしまっているって、まあ、そんなケースになってしまうんですね。まあ、これがまず1点と。だからもう1つはですね、できない人っていうのはやっぱり自分がそれを理解してても理解している一方で、じゃあちょっとこうかなと思ってるんだけど、上司側が跳ねのけてしまっているっていうケースもなきにしもあらずだったりするんですよ。勇気を出してわからないことを聞いてみたところが、そんなことをとか、あるいは2回以上聞けば同じことを何度も言わせるなよみたいなことをこう言われたりとかして、怖くなってしまって、結局なかなか話を聞きに行ってくれ聞きに来てくれなくなっちゃうと、質問してくれなくなっちゃうということなので、どっちにも結局問題があるっていう状況なんですね。わからないことがわからない
ていう状態もあれば、分からないこと聞いたけど跳ねのけられてしまって結果聞きに行かなくなるっていうパターンがあるということなので、まあどっちに問題があるのかっていうのはまずはやっぱり明確にする必要がありますよという、まあ、そんなお話のになります。で一方でじゃあこの両方本人に問題もないしで、上司にも問題がないと両方のパターンとも違う場合は一体何が起こっているのかっていうと、実は上司の知らないところで、あるいはできる方の知らないところでできない人同士で実は聞き合ったりとかしてるんですよ。これは経済学者のですねジョージ・アカロフという方が、技能の低い人っていうのも、技能っていうのはスキルですね、スキルとか能力の低いっていう人は実は同じレベルの人同士で質問をし合ったりするっていう傾向があったりするんですね。でそれは何でかっていうと、高いレベルにある人に質問をしに行くっていうのはこうなんていうんですか、負い目を感じたりとか、あるいはバカにされてしまうんじゃないかっていう恐怖心があって、まあ、要はさっきのパターン2つ言った中で言ったら後者の方に当てはまる方ですね。後者の方に当てはまる方で特に自分に対して矢印を向けて負い目を感じてしまうっていう風に、感じているところがある、感じるって言ったら日本語むちゃくちゃですね、失礼しました、負い目を感じやすいっていう傾向があるので、結果同じレベル同士で、まあ、あの傷を舐め合うじゃないですけど、そういったお互いが分かるレベルでの範疇で解決策を出していこうっていうのを、まあ、実は切磋琢磨やっているっていうのが、分かっているということなんですね。だから、質問がもし皆さんのもとに、まあ、この動画を見ている中で上司や上司の立場である方とか部下を抱えている方、後輩を抱えている方、あるいはプロジェクトのリーダーといった方々ですねが、もしあなたのもとに質問が来るようになった時っていうのは、その人たちのレベルっていうのが上がっているっていうことを実感して、でぜひその時には喜んで質問を答えてあげていただきたいというところなんですね。だからまずはまずはどういうふうにその質問を来ない人たちに対しての解決策を講じていったらいいかっていうと、まずは、本人に対して、質問が仮に過去来たことがあったとしたら、なんか自分のコミュニケーションにまずいところがなかったかなっていうことをまずは振り返ってみてください。で2つ目に、その人に直接ではなくて、その人とまあ同じような、まあ、レベルというか、まあ、同じような界隈で仕事をしている人たちに、誰々なんか聞いてることある、聞かれたことあるとか、どんなことしてるか知ってるとかっていうふうに、まあ、ちょっと探りを入れてみると、で、その2つをやっていった上で、それでも質問が来ないということであれば、それはもう本人に問題があるというところなので、そこで初めてコンタクト取っていいと思うんです。でもその2つをクリアした時に、3つ目の段階に行く前に質問が来るということであれば、その人自身が自分は何々さんに質問をしようというレベルまで達したんだっていうところになりますから、ぜひその時には喜んで答えてあげていただけたらというふうに思います。まあ、なかなかですね、質問が来ないかったりとか相談が来なかったりするとやっぱり不安になったりするっていうところはあるんですけど、でも不安になるっていうのは正直その上司とか、その例えばまあ先生とかですねっていう側の都合の話ですから、問題が起こったらそこの尻拭いっていうのをしてあげるべき立場であると思いますし、そういう部分で言うと本人が問題がないとかこのままで行こうというふうに思っているということは、やっぱりメンタル面では気持ちいい方向に進んでますから、最終的な責任っていうのはこちらが取ってあげるというような形にしてあげて、で、あとは自走させるっていう状況を作ってあげるっていうのが我々の務めではないでしょうかっていう今日はお話でした。ということで、本日はですね、できない人は実は陰で質問をしてたりしてますよと、でそのレベルが上がってきた時にあなたに質問をしに来てくれるという、なのでそのレベルが上がってくるまでぜひ待ってあげてください、そんなお話をしました。ということで、本日の、動画は以上とさせていただきます。最後までまたご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。